いらっしゃいませ。
ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。私の番ですね。俺の番だな。かかってきなさい。俺の番ね。じゃあ来たぜ。よし、かかったぜ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
まで。それでは。いらっしゃいませ。ありがとうございました。私の番ですね。全力で。お互い目に合わせますよ。じゃあこれ。動いた。ほら来いよ。それでは。
ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。それでは。あいつ名前なんだっけ。天道だ。近江の頭補佐だな。あいつどっかで見たんだよな。どこで。ごちゃごちゃ抜かすな。どないだっとるや。なんで踊れがここにおる。どないして入り込みよった。天道、そいつら通してやってくれ。俺の客だ。客でっか。せやけど大工、確かこいつは俺の銃弾を真っ向から胸で受けてくれた男でね。今日は頭の出所祝いに時刻から駆けつけてくれたんだ。ほう、そいつは感心でさ。ほな、もしこいつが何か問題を起こした場合はあんたがきっちりケツ持ってくれる血をあげるぞ。受け合おうよ。今日は何が起きるんや。楽しみにさせてもらうで。期待していいぜ。何しろ近江連合がひっくり返るような騒ぎが起きるんだ。何？偉人町でしたこと、今度はあんたらがされる側だぜ。思い出した。あれは元スーパーヘビー級のボクサーだ。挑戦者からの八百長に乗って結局支払いを渋った連中を殴り殺したっていう野郎だ。おお、あったな、そんな事件。あいつがそうだったのか。
お疲れ様でした。いいか、カムロ町に送り込まれた近江連合の幹部は全体の約半数、蒼天堀に残ったいわゆる由緒正しい幹部たちは全員本部のホールに渡瀬の出所を祝いに来る。その時渡瀬は懐に書状を用意しているはずだ。わずかな人数で私たち関西近江連合が立ち上げられたのは100年以上前になります。創世期には敵対する組織との抗争も引き起こし、多くの人命が失われた歴史もあります。地域住民の皆様におかれては我々に対して恐怖感、威圧感を抱かれた方々も多く、誠に申し訳ございませんでした。つきましては、現会長および組若頭渡瀬勝の連名により本日をもって関西近江連合を解散いたします。う、嘘やろ。大阪府警本部長殿。どないなってますや頭、何言うとるや。東条会六代目堂島大吾だ。東条会？なんでそんなんがここに。東条会も近江連合と同じく本日をもって正式に解散する。俺と渡瀬さんは互いに今回の組織解散の見届け人だ。このことは病床にある近江連合会長並びに若頭代行荒川真澄も了承している。アホ抜かせ、そんなわけあるかい。ボケ。ミツがそう言ってなかったか、一番。思い出したか。ええ、でもまさか東条会と近江連合の同時解散なんて。ああ、もちろん。それがトップの決断だとしても組員の多くが反対する。結局頭がすげ替えられただけで新たな旗目争いのドンパチが起きることにもなりかねねえ。だから根回しする時間が必要だった。根回しってそんなの誰がどうやってやるんです。それを六代目が絵を描いてくださったんだ。正確には俺と渡瀬がな。渡瀬も俺と同じく極道の未来に憂いと疑問を持っていた者同士だ。そして同時解散という結論を互いに出した時、問題となったのは日本最大の極道組織近江連合。